ドラマだよな、はい、一つに言えばたっちゃんと俺の野球人生のドラマもあったし、監督として原今の原巨人と勝負したいみたいな、あ、それはあるな、監督出しすぎですよ巨人戦だけちょっと異常ですよとかさ、そういう環境でやるしかない人間だったんだから、俺は強いジャイアンツに勝ちたいっていうのは、ジャイアンツ、なんだアンチ巨人の気持ちがすごく分かった。抵抗はなかったんですか、そのジャイアンツでずっと生きてきて、うん、違う球団のユニフォームを着るっていう部分については、いや、こだわってたよ、最初は。最初はできればもうジャイアンツのユニフォームで勝負したいっていうのはあったけど、まあそれも縁じゃない、うん、そんなに、うまくいく人生なんかないしさ、まあ、誰かしらがどういうくじを引くのかっていう、うん、そういう巡り合わせっていうのは決まってるものがあるって、うん、で、ああ俺はもう無理だな、チャンスがないなって言った時に、たまたまそういう勝負できるチャンスをいただいた、もう取る、もうこっちがお願いしたいぐらいのタイミングだったからな、あ一度やっぱ勝負したいなっていうのもあったから、年齢的にも、うん、もう60前にしてね、うん、ちょうど良かったし、うん、で自分のスタイルっていうことを考えてたから、うん、こういう監督っていうスタイルっていうのはあってもいいんじゃないかなっていう、うん、自分なりの、うん、それは逃げ道かもしれないけど、それでしかできないチームだしなって割り切って、うん、ただ常にマスコミファンがついてくる、ついてきてくれるチームにできたらいいなっていうふうに思ってたから、まあ、それは自分の夢が叶えることでしたと思うよ、監督像としてね、自分なりの監督像としての、うん、チーム作りはできたような気がする、まあ、その中に人作りもできたからね、選手それぞれにね、うん、それもできた気がする。原巨人との戦いは、うん、もう順位関係なく、うん、毎回熱かったじゃないですか、うん、それはだって勝ちたいもん、あのジャイアンツに。強いジャイアンツに勝ちたいっていうのは、ジャイアン、なんだアンチ巨人の気持ちがすごく分かった。まあどうやっても勝てなかったから、こう東京ドームで一勝もできなかったから1年目、まあたっちゃんもにゃもうなんだ憎んだっていうからさ、たつのやつこの野郎一つぐらい勝たせるのかって、ね、思ったりさ、でもそれのエネルギーが3年目に勝ち越すことができたしさ、ね、うん、なんか優勝したもんような気分だったね、ジャイアンツに勝ち越したというだけで、うん、やっぱりライバル意識っていうのはこれの俺の中ではさ、たっちゃんには分かってないかもしれないけど、俺の中でもブーッていうのも燃え上がってたからね、うん、でまた筒香選手が打つんですよね、そうそう、ジャイアンツ戦で、ね、あと梶もな、はい、あれもいいところで打ってくれたり、あの辺がこう、うん、監督の、うん、思いが乗り移ってる感じが、いや、でも1年目2年目出しすぎだって言われる。監督出しすぎですよ、巨人戦だけちょっと異常ですよとかさ、出ちゃうだろ俺は。、うん、もうピリピリしてるんですか。いやいや、がっついてんだよ、がっついてんだよ、もう手に入れ、抑えろ、走れ。もうかき回してやれっていうからね、相手が困る野球っていうかさ、しようもねえ、でいいねえよって言わせたかったからな、うん、じゃあ監督賞もちょっとジャイアンツ戦だけ豪華だみたいな、いやそれは差別はないけどな、俺はポケットは寂しい方だった。罰金を払わなきゃいけないしさ。ドラマだよな、はい、一つに言えばたっちゃんと俺の野球人生のドラマもあったし、うん、背景があるから、たっちゃんと俺の野球人生のドラマもあったし、背景があるから、うん、意識してくれたとこもあると思うよ、たっちゃんも意識してくれただろうし、うん、俺との何年かの野球人生がね、絡まってるところがあるから、うん。
その中にも対決っていうのはあったと思うからね、うん、楽しかったよだから、うん、最初は悔しさしかなかったからね1年目に。いやでも見てる方も楽しかったですよ、うん、やっぱり、うん、それが俺たちの世界だよな、うん、プロはそうでなきゃいけない。何かしらテーマをこう提供しながらさ、まあ、興味を持ってもらってそれで、収集して応援してもらってその結果な、うん、それで話題になってくれてさそれが話題になって広がっていってくれるっていうのが俺たちの世界の一番の魅力だと思うしね、やんなきゃいけない仕事だと思うんだよな、うん、もう一回監督として今の原巨人と勝負したいみたいな。あ、それはあるな、うん、ああ。もう一回監督として今の原巨人と勝負したいみたいな。あ、それはあるな、うん、ああ。今度はいい準備したいな、その時には早いうちに酔いどんでいい準備してある程度対等に戦えるぐらいのさ、うん、チーム力の同士の、ね、戦いの中でどういう野球のスタイルになるのか、俺のこだわりで押し通すことができるかどうかだね。勝つことに集中して、うん、やっぱり勝つためにって3年目に思ったところあるもんな。ジャイアンツに勝つためにこういうことをしなきゃいけないな、ああいうことをしなきゃいけないなとかさ、うんうん、自分の野球にこう蓋をしてるところがあったかもしれない。あ、理想じゃなくて、うんうんうん、理想よりも勝つことを選ぶって、うん、そうそういうふうに、うん、自分を仕向けてるところがあったかもしれんな。あ、巨人戦特に目には入る目じゃないんですよね違う部分で使わないと同じことやっててもダメだから、うん、まあでもそれが結果として残ったわけですからね。うん、だから満足しちゃったとこあるんだよ俺。ダメだよ、だからな、うん、優勝チームに、うん、だ自分の中でジャイアンツに勝ったことによって優勝しちゃったみたいな感じになってるからね、うん、それまで熱が入ってたから、あの熱がファンと共に戦ってた部分あるんだから、DeNA ファンもその熱に一緒になって乗っかってくれてるしさ、うん、その対決だから楽しかったっていうところあると思うな。そうですね、ファンもな。中さんも2回目やるとすると、うん、やっぱ違いますよね。でそれは経験があるからよ。経験は一番の財産だもん。経験はあるけれども、その勝つことに関して その準備とかさ、戦略みたいなものがちゃんとやらせてもらえるかどうかっていうのは、うん、そういう実績がないの、僕にはね、うん、それは俺の弱さでもあるんじゃない。中さんの時と、まあ、特に難しい環境だったじゃないですか、チームが変わって。だから それはもうしょうがないんだよ。そういう環境でやるしかない人間だったんだから俺は。それは人によってみんな違うんだからさ、うん、いいタイミングで身を切れるタイミング、人生とそうじゃない人生と、でもそれを、うん、俺は逆にエンジョイできたっていうかさ、うん、勝つことには恵まれないチームだったかもしれないけど、でも野球をなんか楽しむっていうか、野球をみんなが応援してもらえる、野球をやれるっていう環境ではやっぱり良かったチームだったんだよ、そういう意味では、うん、その演出の仕方はうまかったんじゃない俺は、うん、だからこの、まあ、今年はコロナであれですけど、うん、ハマスタがあんなにお客さんでいっぱいになる、うん、景色っていうのはやっぱ感慨深いですよね、うん、一番俺はそれを喜ぶタイプだよね、うん、どっちかっていうとそっちの演出家だから俺、うん、中澤の最初就任1年目はだって考えられない、それこそ今ぐらいの、ああそうですよね、お客さんの数だったよな。ああそれがもう最後はチケット取れませんって言われた、うん、マネージャーからそうやって言われたことが一番嬉しかったな。ああもうこの仕事として、恩返しできたかなって感じはしたけどね。何色のユニフォームを着るか。ピンクだよ今日ピンクだから
ありがとうございます。はい。